突如、アンドロイド版にゴースナップショットが実装されました。ゴースナップショットとは、手持ちのポケモンならいつでも AR 撮影ができるという機能です。待ち望んでいた機能、早速試してみるべく外へ出てみました。私のスマホは AR クラスが使えないのが悲しいところ。それでも、ポケモンを実写と合わせて撮影できるのは楽しいです。撮影場所に到着、神社もあるし森もあるのでここでいいかなと。準備に入ります。カメラは道具の中にあります。ずっと道具の中にあったカメラです。グラフィックが派手になってます。機能がパワーアップしたから新しいカメラになったのかな。ここで手持ちのポケモンを選択。アーボが目の前に現れた。今までの AR と違って上に上げるとポケモンも上に上がります。これは空飛んでるやつにいいですね。悲しいかな。私のスマホは AR プラスに対応してないのでここまでです。本当はポケモンの後ろに回ったりできるんですけど、この範囲で楽しむしかない。撮影した画像はアルバムみたいに見ることが可能。そのままツイッターなどで共有することもできます。ポケモン1匹撮影するたびにマップ画面に戻って道具から選択し直さないといけないのがとても面倒です。まあそのうちに改善されると思いますが、なんでこいつも見切り発車みたいなんだろう。この場所に似合うポケモンは何かな。おっきゅうこんにしてみよう。良い感じです。この位置だとキューコン小さい。上に上げたら良い感じになったぞ。ポケモンをタップすると動きます。アルバムで確認してみます。今度は空飛んでるポケモンを選んでみます。おお、飛んでる飛んでる。あげてもポケモンの下に影ができちゃうのがなんですけど。着地。再び空へ。そして撮影。今まで AR 撮影できなかったベイビーポケモン、かわいい。梅発見、ミツハニーの出番だ。この草原はあのポケモンだな。いい、やたら小馬だけど。トンネルにビッパがいた。他にポケモンにふさわしい場所はあるかな。水がある。水といえばあいつだ。陸に上がったコイキング。水面だと変だな。タップしたら跳ね上がった。これでいいかな。まあ陸にいるコイキングが一番それっぽいけど。
続いて焙煎、おそらく焙煎が木を切り倒しました。焙煎の勇ましいお姿、ポ。次の撮影場所を求めて移動。EV。森からサイホーンが現れた。大きさ的にはこの辺かな。雲間から太陽が出ていたので鳳凰に会うかと思ったけど、太陽が隠れてしまった。太陽はよ。太陽出てきた。いいね。金色に輝く鳳凰来た。これ年賀状に使えそう。 AR 映えしそうなところへ行きたい。ディズニーランドなんてどうだろう。というわけでゴースナップショットで早速遊んでみたでした。